どうも、おかっぱみゆきです。40日間で20話語を消すプロジェクト、今日は第4回目、イエーイ。先週は顎の下をね、親指でこうグリグリしていくセルフケアを生体プリンスから教わったんですけれども、耳のここら辺がむっちゃ気持ちよくて効いてる気がする。20話語消えてるんじゃないかなって思ってます。今日はまた新しいセルフケアをプリンスから教わろうと思います。それでは第4回目スタート。おかっぱチャンネル、アーティストのおかっぱみゆきです。生体プリンスです。イエーイ。プリンス、はい、今日はどんなセルフケアを教えてくれるんですか。ここを直接筋トレするような感じ、ちょっと強化版をお伝えしたいと思います。おかっぱチャンネル、まず一つ目は指2本出していただいて、この指のお腹部分をちょうど顎の真ん中らへん、ちょうど骨から下に下がっていってくぼんでるところあたりに指2本刺していただいて、うん、この状態であーう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 、そうです、そうです、そうです、っていうのを30秒間やり続けます。はい、まあ押さえてるだけでよくて、でもあーっていう時に完全に指が進むと思うので、首回りトレーニングできます。1分くらい続けると理想的です。おかっぱチャンネル、もう一つは第2回目の時にベロを動かすセルフケアだったと思うんですけど、あのセルフケアにプラス首の動きをつけます。ほう、上向いた状態で首が伸びているのを確認しつつ、ベロを右に、はい、左に、うーん、やってみよう。はい、で1回、そう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 、2回、ここめっちゃ伸びる。このセルフケアはすでに首を伸ばした状態で行われるので、うんうん、2つ以上の筋肉であったりとか皮膚の動きが働いてるので結構効きます。ちょっときついなと思ったら第2回目にお伝えしたセルフケアだけで OK です。ぜひこれを頑張って続けてみてください。わ、はい、かりました。おかっぱチャンネル、はい、というわけで4回目のセルフケアを教わったわけなんですけれども、この上向いて下回すやつね、これめっちゃ効いてる感もあるから、今後すごい効果が出てくるんじゃないかなっていう期待がめっちゃ高まってます。1週間また続けてやってみたいと思います。20話語を消したいっていう人はぜひ1回目、2回目、3回目の動画も一緒にチェックしてください。全部で4つのセルフケアを一緒にやるっていうのが結構いいみたい。他の動画も概要欄からチェックしてみてくださいね。次回はなんと私の20話後のビフォーアフターを発表するそうなので、ぜひチェックしてくださいね。コメントも書いてください。お待ちしてます。おかっぱみゆきでした。